お昼ご飯を食べた後って、うんちがしたくなるわよね。というわけで毎日お昼休みに学校のおトイレで、うんちをブリブリするのが習慣になっていたんだけど、どうやらそれが、クラスのみんなにバレてしまったみたいだわ。入学当初はこの美貌とクールな性格で、ひまり姫とたっ飛ばれていた私が、最近ではめいめいブリブリとか、大便ひねりとか陰口を言われているみたいなの。女子トイレは個室だから、うんちをしてもバレにくいと思っていたけど、認識が甘かったわ。これからどうすればいいのかしら？ひまりちゃん、ひまりちゃん。あら？あなたは同じクラスのさよちゃん。いいうんちスポットあるよ。私知ってる。誰にも気づかれないよ。ここだよ。理科室？本当にここなの？ほら、メダカの水槽があるでしょ？この中にするんだよ。メダカの糞と混じっちゃうから、絶対にバレないよ。なるほど。木の葉を隠すなら森の中。というわけね。水もあるからお尻も拭けるよ。なんてグッドアイデア、さよちゃん。ありがとう。あなたは一生の恩人よ。ふふふふ、どういたしまして。私、外で人が来ないか見張っててあげるね。ありがとう。助かるわ。こうして私はメダカの水槽の中に、もりもりと排便したのでした。これからクラス会議を始めます。議題は理科室の水槽にうんこをしたのは誰かです。バレとるやないかい。高校生にもなってうんこをしていい場所としてはいけない場所の区別もつかない生徒がいることが、先生はとても情けないです。でもまだ大丈夫。誰にも見られていないんだから、個人まで特定できっこないわ。先生、私、知ってます。メダカさんの水槽でうんちをしたのは、ひまりちゃんです。